適当に頑張るとするか。クックドゥドゥルドゥ。ククールはまあ好きなんだよね。オッケー、寿司三昧いっぱい。寺田心でしゅ、寺田心でしゅ、小瓶でもよかったな。俺はどんだけ小瓶が好きなんだろう。おー、かっこいいね、パワースナイプ。これククールの、俺初めて見た今。ずっとパワースナイプのこのやられた方見てたけど、ククールの動き見てた。めっちゃかっこいいわ。まあユニット出していこう。変態もいる。変態もいる。変態バグ。どうしようかな。テンションでいくか。まあどうせ。はい。特技がないな。魔導スライムあるある。特技とユニットのバランスがうまくいかない。評価でもよくある。ドランゴか。まあ司祭使うしかないか。で次司祭とブラッドレディでこう。お上手に取っていきたい。本流は悪くないけど。寿司三昧店長。俺のターンだ。なんでこいつらみんなさ、こんな両手をさ寿司三昧してんの。なんでこんな歓迎してるんだ。寿司屋行きたくなるよ。怪しい店に見えるわ、寿司三昧が。もしかしたらいけない店なのかもしれない。何かこう非合法なのかもしれない。使う？テンションアップ使うか。まあ2ダメージ食らったらまあ一応マイナスではあるか。顔に受けてほしいね。どっち取るべきだろう。リトルライバーンかな。リトルライバーンだな。ブンブンリトルライバーン取っていこう。ブロックされたらめんどくさいわ。え、まあ金スラ雑に切っていくか。マリベルでもいいけどね。おい、出産。男なのに出産。さあテープレスでヒカルの教団に歓迎してるんだろう。こいつエイトのあれでしょ。どこだっけ。どこ出たっけ。レキシアだっけ。ゲモンの巣みたいなとこ出たんだっけ。覚えてないわ、あんまり。ベギラゴン撃ってきたイメージがある。リンリン。これってさ、リンリンがさ、リンリンでさ、ドラゴン系出してもダメージ食らわないよね。食らうっけ？どっち？どっちですか？リンリンに精通しているやつ。希望ね。行くか。ドゥ。ダーキング来てくれ。メタルブラザーズ。白。気になるものはずっと探ってきた。あ、逆だな。こっちで。あれだ。順番間違えました。殴る順番間違えました。出ないと。出ないらしい。まあいいよ、どうせパワースナイプとかないし。ないっていうかそのダメージ受けないし。まあダーキングトップでヒーター強いのにな。常に暮らしがダークキングと共にある。うわー強いっすわー。ブラックドラゴン強いっすわー。は？あ、びっくりした。ヨナズン。まあ、本流かな。
何気にこれ手札が羽スライミー、羽スライミー、ラッキング使い回しに使った方がいいよねこれ。羽スライム、ダークキングケアに使った方がいいと思っていて、うわ、応援欲しかったな、応援が欲しかった。無限ではないか、ナイス。なんでおめえ、おめえなんでおめえ、思わず俺も江戸っ子になってしまう。決めないとね、まず私氏も江戸っ子になってしまうぐらいには。でも取るかこれ、マドスライム2枚あるし、一枚雑に切って手札が溢れるけど、あやべえ、だってダンキングし、ダンキング引いたらどうしよう、やばいって言う。わからん、わからんよ、どうするかな、パニックになっちゃった。やめて、ダーキングは燃えないでね。前でデメリットなしで受ける、打ちたということか。これどうしよう。どうしようもな、できなかったよね。もうコビン打った時点で。ダメだったよね。でもコビン打たないと、魔導スライム引けなかったし。お前何やってんだ、痛いんだよ。手札がいっぱいだわ。オッケーオッケー。痛いんだよ、お前のやってることよ。ダーキング来んな、ダーキング来んな。もうそれだけ、ダーキング来なければいける。手札がいっぱいだわ。オッケー。こう。雑に使おう、大丈夫だ、雑に使っても大丈夫だ、よし、俺のターンだ。強くね、ロッコス56、特技無効。あー、1ワードは取られたな、まあ悪くない。相手のフィニッシャーなんだ、イオナズン腐りそう。使い道がないよね、イオナズン。イーミルフライ。もったいなくないか。私のターンね、これ、年に、いや、違うな。年に一度訪れる、ゴールデンスライムチャンス。そんなチャンスは存在しているのでしょうか。まあ、テンションとあれ取るか、普通に頼んでいく。はい、ブギー、ドゥドゥドゥン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 、セルフで BGM かけなきゃいかんのだ。ドゥ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 、あの曲が好き。ただダーキングが来るのを祈るだけだ。悪のピンクボール、ずっこけモンスター好き。こいつも強いよね。かわいい、かわいいよ、ブギ大変ですね。それ特技使っていかないとね。え、ちょ、ゴールデンスライム切るか。なんだ、相手手元にドラゴンいなさすぎないか。相手手元にドラゴンいる。お前ドラゴンデッキなのになんでそんなドラゴン引けないの、あなた。やべ、ブギーも喜んでるぞ。これどうしよう、もうゴールデンスライムチャンスだと私は思うのですが、手札溢れないね。悪のピンクボール、メタブラ生き残っててくさ、帰還な。メタルブラザーズ長男だけは死んでいる。メタルブラザーズの闇。
ゴールデンスライム俺は使うよ。おい、羽スライムと合わせたらお前もう一回効果使えることができるじゃん。神じゃん。俺のターンだ。え、これ取れなくない？これどうすか、ククールさん。あなたにこれが取れますか？にっこりにっこり。俺がやられるわけないんだって。元人間の俺からすると、ゴールデンスライムに足りないのは危機感だ。ハネスライムアリーナ専用だよ。おい、メタルジェシカ。さあどうする？オッケー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 。だって相手可愛くべきだったよね。もう相手し？どんだけ引けないの？ちょ、雑にちょマトスライム出すわ。これさすがに打っていかないと。悪のピンクボール再利用か。大丈夫でしょ、ククール相手に。グランドクロス大丈夫だから。グランドクロスケアしなくて喜び。ククールにグランドクロスケアしなくていい喜びがある。そう、早く出したいよね、ダーキンからの羽スライムからのっていう。痛いよ。なんで殴るん？痛いよ。なんで殴るん？アグレッシブすぎる。これホイミソがさ、いいんじゃない？これマリベルイオナズン軍曹。マリベルイオナズン軍曹はどうでしょう？必要です。かわいいよ、マリベル。クオリティが高い。でも何、どこ行っても、このメタルスライムで取ることができるわけですよ。団子スライム悪くはない。はい、レアボイス、レアボイス。うわ、全処理神。かわいい、ホミロン軍曹。ホミロン軍曹神じゃん。強すぎる。ダーキン引きゃいいだけでしょ。でも魔物の指笛で引こう。浮いてないか。なんだこいつ、お前。なんだこいつ。なんだこの盤面は。俺のターンだ。なんだこいつ。じゃん、似合ってない。ダーキンだってスペースなければさ。リス、うわ最悪、そこは最悪、マジで最悪。お前、お前マジで覚えとけよ。はい、かっこいいかっこいい。そう、早くダーキン来てくれ。ダークキングは来てくれ。トゥルルン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 トゥルルルントゥ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 ルラン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 。いやらしい意味で。ララン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 。これはこう言って。こう言ってで、ここでもう出すわけですよ。ここで出すわけですよ。
ここで出してからの羽スライムで安全に安全にしていくと。どうですか、どうですかこのコンボ。あらゆるものをねとっていくよ俺は。おい、どうしたククールさんよ。おい、これでダークキングで羽スライム戻して、羽スライムでダークキング戻して、でダークキングで羽スライム戻して、で羽スライムでダークキング戻して、でダークキングで羽スライム戻して、羽スライムでダークキング戻そうぜ。ねえ、みんなでみんなでこれ流行らそう。羽スライムでダークキング戻して、ダークキングで羽スライム戻して、ダークキングで羽スライム戻して、羽スライムでダークキング出す。俺が俺のスライムでしか。やめてくれ。ちょっとしたことで終わりってものはすぐ来るもんだな。悲しい俺は。おい、ちょっとしたことで終わっちゃう。死とはこういうものだな。幸せってこういうものなのかもしれない。意外と簡単に終わっちゃったりする。少なくなってきたし、さっさと終わらせるか。容赦しないわよ。最悪だよ。お？うん。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。ククールの回復力えぐくない？俺も大概だけどね。ククールの回復力えぐくないか。おら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 、俺のターンだ。かわいいよこいつら。おいおい、エスター家でもどうにもできないぞこの盤面。ブラッドレディ、どんだけブギーの愛人を囲ってるんだ。敵陣にスライム呼びしても、まあ、焼かれるじゃないかお前。なんだこいつは。ごめん、見てなかったなんて。ダクキンって札戻ってるの。チート使ってます。ダックス・ビル・ゲイツごときでお前何ができる。盤面で取れるでしょ。リーサルは8、10、ん？応援があったら、ん？いやこれリーサルか。これリーサルか。あ、じゃあリーサルじゃない。ん？あ、嘘つきました。スライムファンズいるからリーサル。悪のピンクボール。え、これでリーサルか。じゃあベビーパンサーもあるし、なんか多すぎるわ。なんかリーサルの手段が多すぎて。どれ使えばいいか分かんなくなった。